僕ね、去年ね、はい、この、あ、皆さん、まあ、何回かいらっしゃった方っていうのはいらっしゃるんですけど、何回かね、来た方がね、あのね、僕、リアルに怪談があって、はい、本当の実際の話ですよ、実体験です。あのね、去年ね、はい、いつだった夏ぐらい、夏ぐらいですね、多分話したんですよ、はいはい、でもちょっと途中まで、僕、高校生の後輩と、はいはい、これはまあ社会人、まあ、社会人というか東京に出て1年目だった時の話をしたんですけど、はいはい、その時にね、ひとみちゃんっていうね、後輩がいまして、その子と一緒にこうドライブに行って、はいはい、山に行ったら、はいはいはい、その霊に取り憑かれてしまって、これ本当の話じゃない、はい、で霊に取り憑かれてしまってもうどうしようもなくなって、はいはい、あのねっていう話をしたんですよ。その話を去年6月かなぐらいだったんです。聞いたことがある人一人か二人か、あ、でも三人いらっしゃる、ね、はい、いらっしゃる。あのね、ちょっと話していいですか。そう、夏ですから。せっかく夏なんですよ、このタイミングで話さなかったら、この話タイミングないですね、仲良くして。あのね、ちょっとリアルなんですけど、はい、そのね、僕、その上京して18区の頃に、まあ東京に出てきて、あの専門学校に入った頃の話なんですけれども、ひとみちゃんっていうこと、あきこちゃんっていうこと、大塚くんっていうこと、こうドライブをね、はい、してたりすると、今日霊験上がったから地元旭川なんですけど、はいはい、ここでね、リアルにね、霊験スポットみたいなところで霊が入ってきちゃって、ひとみちゃんっていうちょっとね、真面目そうでおとなしそうな女の子がね、霊に取り憑かれてしまい、もう、あきおという霊に取り憑かれて、自分でね、俺はあきおだみたいな声まで、リードして、声まで真面目な子だったから、俺どうしたんだろう、ひとみちゃんと思って、大丈夫かなと思って、あきこちゃんっていうね、僕がちょっと好きだった女の子が、もう怖がりだったから、キャーキャーとか言ってるわけですよ。で僕はね、霊を1ミリも信じてないんですよ、これが全くですね。だから、ひとみちゃんという子がここで、なんかね、僕の部屋の中でね、俺は明夫だ、大塚を殺すんだ、大塚君っていう人をいたんです。その大塚君っていうね、同級生が、あ、他にいたんですか。その3人いた中に1人の男の子が大塚君、はい、そいつに明夫という霊が取り移って殺すっていうんですよ。穏やかじゃない話ではあるんですよ。ただ僕は霊を1ミリも信じてないんだから、心の中でね、って思ってるんですよ。でももう、あきこちゃんって僕が好きだったわけで、はい、人見ようだーみたいになっちゃってた、はい、これリアルな話ですよ、はい、そしたら、はい、もうここでですよ、僕が、はい、おいおいとか言ったら、はい、僕があきこちゃんに、はい、ひっくんさんって言われるに決まってるそうですよね、ですよね。僕はギリギリまで乗ろう、はい、で僕のお家でね、はいはい、みんなでこう、はい、わーってなってたところ、はい、じゃあ、お前、あきおって名前か、そうだみたいですよ。しゃべった。ひとみちゃんの声じゃないんですよ。もうほんとおとなしそうな女の子、はいはいはい、そうだとか言ってて、じゃあなんで大塚くんに取り付ってなんか殺そうとするんだ、はいはいはい、とか言ったんですよ。そしたら、先生に殺されたとか言うんですよ。結構ね、リアルにこんな声で女の子なんて喋るからすげえな、演技力とか思いながら思いながら大塚くん、大塚くんってちょっとビビりで本当にちょっと霊感があるとか、はいはい、とかなってるんですよ、はい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 、そしたら、待てよお前、前世っつったって関係ねえだろ、はいはい、お前関係ねえじゃないか、前世の大塚くんと今の大塚くんは違うんだよ、なんでお前その前世あれだったんだって言ったら、俺は大塚の前世と決闘して、はい、殺されたんだ、はい、で、この北海道で、はい、そこでいた例だ、はい、北海道はね、開拓地だから、あ、そうですね、まあ、いろんな道を作るところでね、はいはい、いろんなこのアイヌ人がめちゃめちゃ殺されたりね、罪人がこう、はい、強制労働させられたりしたら、はい、そういう中かなと、はい、まあ、勝手に ね、 そうですね、勝手な想像ですよ、僕の中で、はい、そしたらお前、なんだそういう時代の開拓地の前世とか言うくらいだから、それぐらい昔のことなのか、はい、そうだー、いいですか、じゃあ、まあ、開拓の頃だっつんだから、あれかと、明治36年頃か、それぐらいだ具体的なこと言わないんだ全然あっちはそれもあれだよ、その時は爆笑しそうになったんですよ爆笑しそうになったんだけどなんだと、とか思ってヒーローみたいで、あきこちゃんもだって、はぁーってなってま
はもうめっちゃかっこいいですよ、あきこちゃんからしたら。そこまでは、ねはいはい、去年話したんですよ、はいはい、ちょっと長かったんですけど、はいはい、話したんです、はいはい、で YouTube にちょっと載ってるんで、後でできて調べたら出てきた。そこから、はいはい、そこでちょっと時間が来たってことでやめたんですよ。あ確かに確かに。その後なんですよ、はい、そこで、はい、さあ僕のお家でです、はいはい、そのあきこちゃんとひとみちゃんがもうブワーってなってて、はい、僕とブワーってなってる中であばっかり、はいはい、どうしたもんかなと思って、はい、実家だったんですけど、はい、実家にね、3階だったんで、3階の自分の部屋だったんですけど、はい、どうしようと思って、はい、ちょっとこれはどっかで、これ僕は霊を本当に信じてないもんだから、これはひとみちゃんが霊から外れる瞬間を作るようなタイミングを作ってあげたらいいんだろう。ああの、だからそれで何かきっかけを変えて、はいはいね、ちょっとワンアクションを入れたら抜けるだろう、戻ってあげられる、は、はい、どうにかしてたみたいな俺の中で想像して不急なんですよ、うん、で分かった、はい、じゃあ近くに旭川神社ってのがあるから、はい、お前そこまでちょっとひとみちゃんを連れて行こうみたいな話になって、はい、僕はもうひとみちゃんを連れて、ひとみちゃんがもう喜ばれてるぞ、ほんとに喜ばれてるぞ、ほんとだ、もう俺は笑いそうになるぞ、笑いそうになるぞ、俺は一応自分ちの階段を、はい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 、うちでスナックだったんで一回で母親が商売してたわけですよ、はいはいはい、でこう降りてって、はい、夜遅い時間だったもんだから、はい、あれもお兄ちゃんどこ行くのとかってこう、うちの 母親は言うんだけど、はい、うんちょっととかって、ちょっとそこまで公園とこまで行って遊んでくるって言うんだけど、ひとみちゃんテンションが違うってうちの母親はちょっと待ってんだ、まあいいや、もういいから、仕方ないから、仕方ない、旭川神社、小木のところに、はいはいはい、近くに行って、まあ、神社に行ったところで、なんかはと思ったのは、はい、神社社務所みたいなのあるじゃないですか、はいはい、そこに芦原さんっていうね、はい、あのまあ、知ってるわけですよ、近所だから、ね、あはいはい、あのそこに住んでる住職さんたちみたいな、神主さん、はい、分かんないです、はいはい、知ってるわけで、芦、はい、原さんのおじちゃんに聞こうと思って、はい、おじちゃんのところに行って、カラカラカラ、すみません、芦原さん、はい、ちょっとあのね、一応もう、はい、それを信じている店の人をつけて、店の人ここまで来たの、ちょっといいかい、あきこちゃん、ちょっとこの大塚くん、ちょっとひとみちゃんをちょっとあれしといてとかって、はい、で大塚くんをちょっと男だからこうしといてみたいな話をして、はい、なんかまあそこで見張っててくれ、はいはいはい、でちょっと一旦僕がカラカラって言って、芦原さんすいません、ちょっとこういう理由でね、こうなんですよと、こんなになっちゃったらなんかお払いとかね、はいはいはい、お払いを嘘でもやれば抜けるだろうみたいな、はいはい、そういうタイミングになりますからね、想像したんです、はい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 、で、じゃあそしたら、はい、ちょっと芦原さん真面目なもんだから、いや神社はそういうのはやってない、お祓いとかじゃないんだよ、はい、ああそうかと、じゃあしょうがないです、でもあのお祓いをやってる人があの近所の駅 の, あの近くのあそこにいるから紹介してあげるよって言われて、はい、あそんな人がここに存在するんだと思って、意外といる、あ、分かりました、ありがとうございます、じゃあ私呼んであげるから、はいはいはい、そこに行きなさい、はい、ありがとうございますと、あそこまで行けばしっかりできるだろうと思って、はい、呼んでいただいたら、あのありがとうございます、芦原さん、ありがとうございます、出てったら、ここにね、あのアキコちゃんと大塚くんがこんな二人でこんなになってる、はい、そこでね、ひとみちゃんがねほんとに俺がいない間にそんなに芝居が進行してた端っこにやり、はいはい、こっち側にアキコちゃんを置き、助手席に大塚君を対角に離し、はいはいはい、殺すんだ運転手さんは気が気じゃないですか、そしてもうアキコちゃんは人見とか言って、大塚君もはーとかなって、はいはい、大塚君大丈夫とかちょっとやばいかもとか言いながら、やばいだ、わかんない、何がやばいかわかんない、どうしようと思って、とりあえずそこの駅前のね、はいはい、お家に着いて、くじを切ってくれるって、ごめんなさい、くじを切ってくれるっていう、はい、なんかこういうのあるんですよ、あーなるほど、そこのお家に行くって言って、はい、なんかあきこ、あれ連れてって、大塚君とかと一緒に行って、とりあえず俺はひとみちゃん連れてガーッて行くからすいませんでしたとか言いながら、はいはい、あはーとか言われながら、はいはい、運転手もポカンって連れてって中に、はい、こうやってガーッと連れていくでしょ、はい、そしたらさ、大塚君とかあきこが、ね、後ろからこうやってくるんだけど、はい、大塚君大丈夫なの、大丈夫なのって言ったら、はい、ね、そのお家のね、部屋のこの枠のところ、はい、玄関の枠をまたいだ途端、はい、大塚君がグワーンって、はい、大塚君
さん、どうしたの金塚さん、足が動かない。なんで、なんでなんで、ちょっと待って俺は連れてってさ、もうさ、そこにくじを切ると言ったら、はい、霊能者のおばちゃんがさ、はい、そりゃなりますよって。俺はもう、足の動かない大塚君をこうやって抱えて、足こんなになったまま横たわってるなったまま、俺持ち上げて、すげえって言ったら、すっげえ祭壇があるわけです、はいはいはい、祭壇のところにちょっと離して、はい、こっち側とこっち側離して、はいはい、あきこちゃんに大塚君を任せ、はい、俺はちょっとひとみちゃんを抱え、はい、であのここであの数えて年齢を変えて、はい、名前を変えて数えば分かんないままなんですよ。みんな書いてください、こうやって話したって名前書いて、パッと、はいはい、あー、三十代の三行人、はい、あー、三十代とかって、あのね、三十代新行人、こないだしたんですよ、はい、このおばちゃんが、はい、そしたらね、こうシャン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 とかやるじゃん。おすごい。そしたらここでひとみちゃんが、絶対に出て行かないぞ。おばちゃんがふっと振り返って、今2回くじを切ったんですけども、私のところでは何もできない、お帰りください。あ、はい、ありがとうございます。タクシーを家まで連れて、家まで連れてって、かどうしよう、俺これで、え、どうする、え、どうするのこれ、どうするの。2人2と言いました。そう、ドラマじゃないか、ゴールが見えないわけ。このまま階段を上がってって、また自分ちに戻って階段上がってきたところで、3階に着くところで、今落ち着いてきたみたいなこと言ったんだ、ひとみちゃんが。はぁ、はい、今だと思って、はいはい、すみません、今送ってっから、送ってっからっつって、あのもう急いで家まで送ってって、ようやく家に送ってて、あとちょっと俺よく分かんないから、お母さんに聞いといてみたいな。その時子供ですね、随分。それで送って、僕ですね、ちょっと帰省してた最中だったんで、翌日東京に戻ってあと知らないってやつ。いやー、現実ですよね。みんな謎がいっぱい残りましたね、今聞いただけで。なあ、あるんですよ、まあ、そのこともあるんですけど、まあちょっと時間も時間だから、ね、随分来たな。いやー、はい、その後ね、実にその2人は、ね、はい、その親に連れてってもらって、はい、その大雪山で、またね、霊験ある方がもっと強いなんか霊媒師さん、霊能者がいるんだって、はい、そこに2人連れてってもらって、親が連れてってもらって、あ、まあ、そうでしょうね、親巻き込む事態に、ちょっと、なんか、お召し帰っても、うわーってなってるんでしょ、可能性がいろいろ連れてってもらったら、あのね、神社に連れてったらよくないって言われたんですよ、神社っていっぱい霊が集まると思うんだよね。だから、あそこでね、こうなんだろう、キリンの霊なんだよ。全然そうなんですよ。あのビールですよね、こういうやつですよね。坊や良い子だ、年齢しなきゃいけないやつ。あ、ビールみたいなやつだ。あれが入ってる。今、何でも入りそうな段階で神社なんか行くからダメだったんだって。その後、そのひとみちゃんは、奈良の天理教に修行に行きました。って言ってましたよ。1年ぶりに帰った時にまた4人で集まったんですけど、はいはい、あの時大変だったねとか言いながら、はいね、はい、そしたらあきこちゃんがちゃんと助手席座ってて、はい、大塚君また同じとこ座ったら、はいはい、ひとみちゃんが突然笑い出して、はい、笑うとこないな、はいはいはい、そしたらあきこちゃんがサルマークでしょ、言い出すんです。分からないタグでした。ギリシャの伝説上 の、 あの生き物、生き物、はい、サルマークっていう霊が、はい、今ひとみちゃんについてるらしい。サルマークがちょいちょいその、ね、学校の授業中邪魔しに来たり、例えばこういうところ、ね、はい、こういうところがある時、突然風も吹いてないのにこう動く、はい、またサルマークだ。ひとみちゃん家にね、あきこちゃんが、はい、ひとみちゃん家に電話して、はい、そしたら、クスクスクス、クスクスクス、言ってたみたいな話を言って、ね、サルマーク来てたみたいな話を。まあ僕、その後、その方々とお付き合いはないので、楽しい話題だけは提供いただいたちょっとよくわからない感じになってます。
大変な話がありますね。夏にぴったりのお話でしたね。